注目のアーティストが月替わり MC で出演し、音のセルフライナーノーツをお届けする「誰だってニードミュージック9月はシンガーソングライターのシオレイラが担当 MC として登場。9月23日の JWAVE ソナー music ク内の放送では、今年8月にリリースされた EP「No One」に収録された「美貌ロック」をレコメンドした。お聴きいただいているのは、 先月リリースされた e p n o 1に収録されている曲「リボーロック」ですと自身の曲紹介で番組をスタートしたこの日この曲は彼女を失ったバンドマンが書いた曲という設定で書きましたと楽曲コンセプトを明かすと彼女を雑に扱ってしまうバンドマンまでは想像ができるけれどそんな彼女がくれる言葉の一つ一つが彼の音楽の歌詞だったら 大部分だったら、本当に大事にしたかったのは音楽と彼女どっちだったのかと歌詞の内容について話したしを、そして、そんな彼女に対して、音楽に対しての微貌録みたいな曲にしました、と話すと、この曲を書いた時の私自身の微貌録でもあります。ぜひ聴いてみてください、と楽曲背景を明かした。11月2日からは 全国10か所を回るアコースティックツアーの開催を控えたシオレイラ。12月18日の東京ディオミュージックエクスチェンジでファイナルを迎えます、と告げると、普段のライブではあまり行ったことのない場所にライブをしに行けるのはとても楽しみです。アコースティックツアーなので、バンドとはまた違った私を見てもらえると思います。ぜひ遊びに来てください、とツアーへの思いと見どころを語った。 シオレイラのリリースやライブ情報は公式サイトをチェックしてほしい。誰だってニードミュージックは JWave81.3FM で毎週月曜日から木曜日に放送中のソナーミュージック月曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替わりで MC を担当し、自身の楽曲を毎回1曲ずつ紹介。熱量の高いセルフラーナーノーツで 楽曲の新たな魅力を伝えていく「THEFIRSTTIME,」では放送しきれなかった MC の言葉もノーカットで紹介。「ラジコ」では放送後から1週間視聴可能となっている。